こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張るジムの杉澤です。今日はものすごく硬い人向けの腹筋のストレッチ方法についてお伝えしていきます。このチャンネルはグループレッスンではなかなか聞くことのできない細かい体の使い方やヨガの少し深いお話についてお伝えしていく内容となっております。で、今日は腹筋のストレッチ方法ですね。で、すごい硬い人でどのぐらい硬いかというと、結構硬い人向けのお腹のストレッチとして、こんな感じの方法があるんですけど、これだともう腰が辛いだけでお腹が伸びる感覚がもうつかめないという人に対して、お腹が腹筋側がストレッチ伸ばされる感覚をつかむためのきっかけとなる、方法をご説明します。最初スフィンクスポーズみたいな、形をとってください。もうこの状態で最初腹筋を入れます。むしろ丸くなります。一回丸くなってキュッとお腹に力が入った後で顎を上げています。これ試してみると面白いです。全然腹筋入れないで顎を上げると、もうただ首が詰まった感じ。まだ喉は伸びるかもしれないけど、腹筋まで力が届かず、ただ首が詰まった感じになっています。これを一回キュッとお腹に力を入れて、丸くなってからお腹に力を入れた感じは残しながら、クッと残しながら、ここから顎を上げていくと、ちゃんとお腹が伸びた感じっていうのがつかめます。このまま少し横を向くと、それぞれが右左にもうちょっと深く伸びるようになるので、まずはもう本当にこれだけして、まずは感覚をつかんでみるといいかなと思います。感覚さえ分かってくれば、距離が長い方が、動きが大きい方が伸びは増えてくるので、どうするかといったら、さっきの最初に紹介した、ふっとお腹に力を入れた後で、手をついて、そこからお腹に力をこの状態でももう一回入れて、そこから顎を上げていくと、お腹が伸びた感じっていうのが意識できるので、手の位置っていうのは、柔軟にいいところを調整して、しっかりとお腹のストレッチか、反れるかどうかではなくて、しっかりとお腹が伸びてるってことを意識してやるようにしてみてください。では、せっかくなんでこれをコブラのポーズの形まで生かしたときに、足でマットを押すようにします。足でマットを押すようにすると、それが腹筋のキュッと入れる力とつながってくるので、よくコブラの方だと小指でマットを押すようにっていうふうに言われるんですけど、これはお腹に力が入るっていう動きとリンクしてきます。で、小指でマットを押そうとすると、ちゃんとお腹に力が入って、そこから体を起こしていくと、腰に来ること危険が少なくなってできるようになってきます。で、このキュッと腹筋に力入れた場合って、恥骨が前に押し出るようになってくるので、それが恥骨をつけたままとか、恥骨をマットにつけるようにして、コブラのポーズを取るようにっていうアドバイスにつながってきます。で、これを勘違いしちゃって、動きのある中で恥骨が下についてくるんですけど、恥骨を離さないようにとか、絶対つけたままって意識すると、逆に動きが固定されて、背中が詰まったり腰を痛める原因になってくるので、きっともう少し最初の段階のこういうイメージの中で、恥骨が動きが出て、恥骨がついた状態で伸びるようになってくるっていうだけなので、この辺はあまり堅苦しく考えすぎず、しっかりと動きを意識して、コブラのポーズを取るように、コブラのポーズ自体の効用は、背中の筋肉を使ったりとか、他の部分もあるけど、あくまで今回は、お腹のストレッチの延長として、意識するぐらいでいいかなと思います。で、どうしてもヨガとして考えた場合は、コブラのポーズを取りたいっていう風な意識が働いてしまうので、逆に無理をしてでも、コブラのポーズをなるべくかっこよくとか、反れるようにっていう風に取ることが起きて、むしろ怪我の原因となってしまいます。でも今回のように体の硬い人の場合は、素直にお腹のストレッチができないというところに入っていくので、じゃあお腹のストレッチ、お腹を伸びて丸まった体をしっかりと伸ばすにはどうしたらいいかとか、縮まったものが伸びたことによって胸が開いてスッキリするにはどうしたらいいかっていうところから考えていくと、今みたいに段階を経ていくと、コブラのポーズで言われているようなコブラのポーズをきれいに取ったりとか深めていくためのコツというのが、実は健康の部分とかポーズを安定に取ることともつながってたんだっていうことが分かってくるので、うまくその辺をあくまでヨガというのはポーズを取る、競技のようなものではなくて、ポーズを取ることで、心身への気づきを促して、心身に良い影響で健やかになるものということから取っていただくと、大変練習しやすくなるのではないかなと思っております。もし細かいコツなんかが分かんない場合は、ぜひスタジオまでお越しください。マンツーマンレッスンでその人が感覚をつかめるようにお手伝いさせていただいております。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように、また次回のレッスンでお会いしましょう。